今や絶対にさ、トイザラスとかに売ってなさそうなさ、おもちゃない？150円、めっちゃ安くない？これ100円だよ、100円。え、これ動くんですか？え、作ったら動くってこと？そ、この量です。かっこえ。うわ、ブラウンはじきだって超かわいいんですけど。値段もリーズナブル。あ、子供でも回せるようだって。こんにちは、さあです。今ね、すごい夕日がめちゃめちゃ綺麗だなと思って眺めとったんですけど、なんか目の前におもちゃの体勢っていうのこっちの方がちょっと気になって、なんかスーパーボールすくいっていうこれがちょっと目に入って、あと花火お祭り用品ありますとか、おもちゃ屋さんちょっと行ってみたいと思います。行きましょう。町内会とか運動会とかだって景品のおもちゃとかスーパーボールとか売ってます。じゃあ早速。おお。懐かしい。ブラウンはじきだって超可愛いんですけど。値段もリーズナブル。あ、子供でも回せるようだって。しかもさ、これ入るんだけど。ここに、うん、あ、それでなんか当たりじゃないけど手で回す。え、やば、80円。80円、めっちゃ安い。今や絶対にさ、トイザラスとかに売ってなさそうなさ、おもちゃない？もう昔のおもちゃ屋みたいなね、感じです。レアじゃない？お、すごい。これトミカもいっぱいある。100円くじ、外れなし、いいじゃん。何が当たるかわかんない。いいじゃん、これやろうや。お願いします。これでくじをハードにしよう。ハードにしよう、ハードにしよう。あー悩む。これにしよう。じゃあ行きます。何番ですか？1番です。1番です。1番です。ほんまに1本。おお、すごいが。すごい。え、待って。1番だもの。待って、そう、やった。待って、これ私三次郎になれちゃう感じじゃね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。見て、これナンションの朝声声さんが作ったんだって。すごくね。そういうちょっとテレビ局の。え、これ動くんですか？え、作ったら動くってこと？そう、モーターとかラジコンみたいな感じ？そう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 。この量です。かっこえ。うわ、プラモデル。だから30歳とか40歳の人が小学校の時にあのミニ四駆作ってたけど、そっから世代が流れて今再び。なるほどね。これがサザンで映ってる。はい、うわ、すごい。え、部品ですか？すごい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。なんかいっぱいあるね。ちょっとあの奥にもありますね。え、なんかいっぱいありすぎてさ、どれが？もう、なんかもう目がチラチラするんだよ。この辺とかさ、もう昔の車なんじゃない？うん、上とかね、戦闘機とか昔のモデルカーとか。うわ、これとかもすごいな。トラック、ちゃんけさんが好きそうな。もう城もあるよ、城も。名古屋城、江戸城とか姫路城とか全部ある。あ、大和。どれ？大和。え、あ、これ
戦艦ヤマト。私もさ、あのヤマトミュージアムに行った時にさ、まあ、もう作られてるやつやけど、ああいう船買って帰った。ねえ、すごい。激レアなものがもう。めっちゃレアじゃない。これ見て、めっちゃ懐かしい、このビーズ。アイロンビーズ？めっちゃ作っとった昔、これ。アイロンして作るやつ、くっつくやつ。150円。めっちゃ安くない？安いね。え、これのさ、お手玉とかやばいんだけど。欲しいものいっぱいですね。え、ちょっと待って、めっちゃ買って帰るんじゃねえ、私。見て、こういうスクーセットもある。お風呂でやったりとか、ね、気軽に行けるんだろうね。めっちゃ懐かしいかも、カラとか。すげえ、これレアじゃね？スイヨン。あ、ハラだけない、ジヨンと。これ流行ったくない？入った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 。お風呂の中でやったりしたね、なんかちょっと。入った入った入った。これさ、すげえ流行ったくない？昔。それが100円。これ100円なの？ 100 円。え、めっちゃ買うんだけど自分。好き。これめっちゃ流行ったくない昔。これも好きだけど。なんか見たくないのが見てるよな。好きだったシュワシュワするやつ。でもすごい十分満足な。もうだいぶ感じでね。すごい楽しかった。てかもうむしろ結構これは私は気に入ったかもしれない。はい。これ持って。なんかこれとかあとは。用事用だから。そう、こういう用事用。でも用事用の柄柄とかも、やっぱり最近おもちゃ屋さんとか行くとね、高いんでね、もうこういうのいいじゃないですか。100円だし、ね、しかもこれも100円。で、100円でこういうものが買えるっていうのも、すごい、もう昔を思い出すしね、安いし、ね、いいんじゃないかなと思います。入ってよかったら、こう。たまたま見つけたんですけど、すごくいいお店でした。ありがとうございます。しかも一等が当たってね。もう今日すごい、もう満足なんで。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル